朝日町一丁目停留場は、高知県高知市朝日町一丁目にあるとさ電交通野線の路面電車停留場。当停留場は1906年、野線の乗りで鏡川橋間の開通に際して開業した。当時の停留場名は中須賀停留場で、朝日町一丁目に改称されたのは1938年のことである。朝日町一丁目停留場は、 伊野線の平洋軌道区間にあり、ホームは道路上に置かれている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されている。ただし互いのホーム位置は、交差点を挟んで東西方向にずれており、東にハリマや橋方面行き、西に伊野方面行きのホームがある。1975年までは渡り線があり、東低流上行きの系統も存在した。 東帝竜城より西側の国道33号が太平洋戦争の空襲の被害を受けなかったため、道幅が狭く乗用車に限り、起動時期内の自動車通行が許可されている。2010年に上町五丁目交差点から東帝竜城付近まで拡張工事がひとまず完成し道幅が拡張された。ABC 土佐電鉄の電車と街を愛する会、土佐電鉄が走る街混弱。 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、二千2006年 ,98.156 から158ページ。ISBN4 から533064116。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。 上野広と、都座電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説日本の鉄道、2013年、40.93ページ。 ISBN 978から4から06から295161から6。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年89ページ。ISBN4 から875032684。ありがとうございます。